その風貌見たら仲良くなれると思ってました。いや、なんじゃこいつと思ってこれはもう履ける靴じゃない。初期になった瞬間に、分かった山本って俺言った。今俺ね、はい、こっからこのままやったらだけど、こう入れとったからね。あ、入れとったからね。テコということでよろしいですか。俺はテコだと思ってる。せっかく加藤さんとこうやってトークできるということで、はいはい、あのめちゃい系の話だったりとか、あと空白の10年の話だったりとかもちょっとお聞きしたいんですけど。おー、山本の、はい、うん、山本話したの。それしました。おしていただきました。多分今まで一回もしたことなかったんじゃないかな。おそらく僕もやっぱりテレビ見てる限り、うん、山本さんがその話をしてなかったんで、うん、ぜひうちのチャンネルでやっていただけないでしょうかって言ったら、スーツ着てくれはって。めちゃイケでもこうはっきりしたことは言ってないもんね。はい、そこのことを詳しく話してくれましたね、うん、はい、珍しいね、すごいね。本当にありがたがって、もうどういった経緯で宮崎に行ったのだったとか、うん、まあもろもろの話は、まあ、お寺に行ったりだったりとかっていう話は聞かせていただきました、うん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 、まあやっぱり、まあ、加藤さん的にどう思われてたというのか。まあだから細かい話をしだすと、はい、いろんなことを言う人がいるから、はい、まあ、説明なんかしなくていいということだったのね、俺らはずっと、はいはいはい、で俺自身の気持ちもそうなのね、はい、山本が事件を起こしたっていうのを、俺ちょっと家族でご飯食べに行こうと思ったら電話がかかってきて、山本さんちょっと北海道の方でちょっといろいろあってみたいなマネージャーに言われて、はい、で今からちょっと本社来れますかって、はい、当時神保町の本社だったんだけど、はい、神保町の本社に行った、はい、向かったタクシーで、はい、で着く前にマネージャーから電話があって、はい、もう記者がいっぱいいるんで、加藤さんちょっと違うとこ行ってくださいと、はい、で言われたところに行って待ったと、はい、で山本が吉本から出た、はい、でその時にもう俺のところに向かうはずだったんだけど、はい、記者の車とかバンバンついてくるから、はい、今回違うとこに行くっつって別れた、はい、でそのまま朝すっきりだったわけ俺。うわ、そうっすね、うん、で朝5時ぐらいまで待ってて、はい、一回家帰ってシャワーだけ浴びて日テレに行って、はい、でそこからだよね、うん、そこから吉本のなんかこう顔を見たことない人がいっぱいいて、そこに、うん、そうだったんすね。知ってる人もいたしけど、はいはいはい、こう言え、ああ言え、どう言えとかっていうことをいろいろ言われて、ああそこでもそういうことがあったんですね、うんうん、はい、でそこで一回勘弁してくれってなって、俺、うん、俺好きなように言うからと、俺の思い言わしてくれと。なるほど、はい、こうああだああだってなって、もうそこでも歓喜上がるって一回楽屋で泣いちゃってんだよ俺。もう勘弁してくれ、もういろいろ言われて分かんねえよって、うわーって泣いてんの。じゃああのスッキリの涙は、うん、2回目2回目だね。これは新事実。涙腺もバンバン緩んじゃってたから。なるほど、うん、本番でもジャージャージャージ出ちゃってんだよ。あの汗腺みたいなもんよ、汗一回かけ出すといっぱいかけるようになるじゃん。涙腺も緩んじゃってるから。だからもう加藤さん的にも興奮状態ですね、本番前から、うん、一睡もしなかったしね。しかも会ったこともない大人からこう言って言ってくれって言われ、うんうんうん、まあ会社としても俺のことを思ってくれてるんだろうし、もちろん、はい、うん、でもなんかやーやー言われて、はい、それがもう訳わかんなくなって、あのまま本番行って、なんだこれって、はい、俺何やってんだっていう涙だよね。なるほどね、うん、でしばらくはやっぱりその復帰どうかなんかもちろん考えてないでしょうし、そうよ、はい、で山本さんも反省する時間がすごくあったじゃないですか、うんうんうん、た中で僕が聞いたのは、うん、加藤さんとはたまに本当にたまに連絡取ってて、うん、ある時に加藤さんからお寺はどうだっていう話をされてたんですけども、うん、はい、それはそうなんですよね。そうそう、うん、その理由は何だったんですか、お寺っていう。あのね、はい、うん、だからまあそのこと自体っていうのは、まあ、いろんな風な見方があるから、はい、だからここでなんか細かく言い訳っていうか俺が言ってもしょうがないから、はい、俺は山本がかわいそうだなと思う部分がすごいあったのね、あの事件では、はい、うん、山本このまま終わっちゃったら山本がかわいそすぎるよっていう部分があったから、はい、俺の中ではね、はい、だからずっと戻してあげたいっていう気持ちはずっとあったの、はい、でどのタイミングで山本さんこう戻せんのかなみたいな、はい、と思ってて、はい、でいろいろ何やってるみたいな話とか、うん、マネージャー系とか山本何やってんの今とかって話して、はい、海のゴミ拾いやってるっていう、うん、はい、宮崎にいて、はい、っていう、おいいじゃんそれ、うん、で、それ以外の時間はって聞いたら、いや、サーフィンやってる、うん、ん？って、はい、サーフィン、いや、加藤、サーフィンやってダメなのか。いや、ダメじゃねえけど、うん、お前なんか楽しそうにサーフィンやってたら、謹慎してるお前、お
かしくないか見え方って。確かに謹慎中でしたから、うん、違うんだと、はい、俺はサーフィンをやってインストラクターの免許まで取って、はい、子供たちにも教えたりしてんだと、うんうん、で海のゴミ拾いも毎朝してたりしてるんだと、はい、それ何が悪いんだって、うん、確かにそうだなってなるわけよ。なりますね、それだけ聞くと、うん、はいはい。でもなぜか論言にしてたりして、論言じゃあなんで髪切らねえんだよって、うん、いや別に切る金もったいねえだろ。まあ間違ってはない、間違ってないよ。でも俺としてはやっぱり言ったら髪の毛もちゃんと丸めて、はい、うん、やっぱりこうなんか真摯に働いて一生懸命、うん、一生懸命何かをやってるっていうことが、はい、俺はみんなの気持ちを打つんじゃないかっていう感じ。山本さんはやっぱりゴミ拾いしてる、子供にサーフィン教えてる、うん、インストラクターの免許取ってる、いや髪切るのめんどくせえから伸ばしてるだけなんだよって。でも写真週刊誌にはなんか楽しそうに公園なんかやってんの載ってるから、うん、確かにまた週刊誌さん、週刊誌さんで結構その切り取ったりするんで、そう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 よ、その、うん、ゴミ拾いのことだったり子供の教えてることを書かなかったりするんで、多分ここだけ使われてる、うんうん、多分山さんもやっぱり1日2日1週間やってりゃ1回はやる時もありますから、やるやる、うん、でカメラ向いたらやるじゃんダメだ、当時はどんなカメラ向いてもこれやっちゃダメだやっちゃダメなんだけど、やっちゃうわな、やっちゃいますから、うん、それでまた肉巻きおにぎりでも働き出したわけ。あ、その後ですね、うん、はいはい、はい、肉巻きおにぎりとかもだから肉だわらゴンザイモンだっけ。あ、そうです、確か肉だわらゴンザイモンっていうなんかキャラクターになるみたいな、なんかはいちょっと面白くないそれ。いや、だいぶ面白いですね肉だわらゴンザイモンになるんですよね、あの大将が、そう面白すぎねえかってなったわけ必死だろ、いやいやいやってなる、面白すぎねえなるほど、うん、はいはいはい、肉だわらゴンザイモンに俺なってちょっと肉巻きで働くからってあいつは真面目に言ってんだよで、やっぱちょっとなんか面白すぎ、それなんか俺違うと思うって、ちょっと謹慎中に面白くなりすぎるのはちょっと違う、うんうんうん、っていうことですよね、うん、それは山さんは納得されたんですか、すぐ。いやだから肉、じゃあ肉巻きおにぎり売るのは売るぞみたいな、はい、それは全然いいよと、はい、全国でやればって、はい、でもなんか肉だわらゴンザイモンもやっぱやりたいらしくて、なんか本人的にはそういうのが積み重なるとさ、はい、なかなか復帰難しいわ。悪い目線で撮ればロン毛でサーフィンやってる、はい、で肉だわらゴンザイモンってキャラクターに急になりだしたゆるったみたいななんか着ぐるみみたいの作るとか言い出してたそれまずいと。だから山さんは本当に周りの期待に応えながらやってたと思うんですけど、うん、でもそれが結果復帰が遠のいてしまっているっていう、そういうこと、そういうこと、そういうことで、会社としてもやっぱ反省してねえだろうってことになるわけ。うわ、そう、これめっちゃ難しいですよね、うんうん、やっぱりもう山さんもお世話になってますから、うんうん、でもそこを加藤さんは正してくれたってことですか。うん、でそれはいろんな会社の人と話して、はい、諸先輩方もすごいいろいろ協力してくれて、はい、まあ、一生懸命あの山本がお寺とかでちゃんと働いてこうみんなが分かる形というか、はい、もうやらしいよそんなのっていう人もいるかもしれないけど、はい、やっぱ大変だから、うん、お寺で働くっていうのは朝から掃除しなきゃいけないし、寒いし、めっちゃ大変だったって言ってました、はい、それでちゃんと1年間頑張ってって、そしたらなんか形になることが見えてくるよっていう話だったの、はい、そしたら山本が行くってなって、はい、うん、じゃあ本当に加藤さんがその道を作ってあげなければ、うん、未だに肉だわらゴンザイモンの状態っていうことでも過言じゃないってことですね。だからキャラクターがうまいこと言ってキャラクター商品としてすげえ売れてるかもしれないけどね今より山本健一さんでテレビとか見てテレビかぶってもうまいからね、あの人変な動きするのうまいから絶対面白いですここまでの話は聞けなかったんで、うんうん、なるほど、そういう経緯があって、うん、そして復活になったと。そうそうそう、まあめちゃイケでもう皆さん見たと思いますけど、うん、僕も見させていただいて号泣しました、うん、で、ちょっとめちゃイケの話を、はいはい、いいですか。全然いいよ。やっぱり加藤さんもまだお若くて、まあ狂犬と言われてる時期だったのかもしれないんですけど、うん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 、最初の方は
極楽とんぼさんがなかなか出番がなかった。なかったね。で、ナインティナインさんがセンターでってなった時の、うん、まあでもナインティナインセンターからナインティナインよい子の番組だったからね、最初は、はい、うんうん、で、まあコントもない状態時の加藤さんのその時の心境なんかもちょっと聞けたらなというか。まず最初もうやるしかないと思ってたからね、一番最初は、うん、はい、それでやっぱりなかなか出しろがなかったっていうことでなんとかこじ開けようとはしてたよね、うん、あ、それ確か山さんも言ってましたね、カメラの、ま、映ってないところで暴れたりとかして、うん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 、で加藤か飛鳥さんに怒られてとか、うんうん、で加藤さんも何かやらなきゃっていう気持ち、何かやらなきゃっていうのはもうあった。だからコントのリハの時から、はい、なんか振りなんだけど変なことやったりとか、うん、それも怒られたりして、もう振りなんだからもうそういうのやめろとかって。あ、やっぱそうなんですね、うん、その時加藤さんはそれで納得してたんですか、すいませんって言ってたけど、また次のコントだったらまたおかしなことやる。なんでなんですか、怒られてますよね、うんうんうん、やっちゃう、まあ俺がやっちゃうというか山本にこれやっちゃえよって言ってあそこ国台本見て、いつ山本これいけんだろ大将はもうそのまま、うんうん、どうだったっつっていけんないや怒られた後でしょでもやっぱ加藤さん的には何かで目立たなあかんっていう、うん、なるほど。でもそっからあのお前らのコント作ってやるから、はい、ちゃんと振りはやれって言われて、はい、安子さん本当作ってくれるんですか、絶対作るからって言われて、そっからちゃんとやるようになった。ちゃんとなったんですね。なったなった。で、安子さんも作ってくれたし、俺らのコントとか、なんか喧嘩コントですよね。喧嘩コントもそうだし、なんか青年団とかっていうコントも作ってくれたし、うん、だから爆裂の世の元になった、はい、結城先生の料理万歳だからね、お料理のあの方のキャラクターをやらせてもらったりとか、うん、ちょっとずつ増えていくようになったのね、それは。なるほど、うん、で山さんからあの岡村さんの凄さの話とかも聞いたりしたんですけども、うん、ちょっと加藤さんの口からもちょっとお聞きしたいなというか、うん、やっぱりめちゃイケって岡村さん当たり前でも岡村がいなかったら絶対成立しないし、うん、はい、あいつが輝いてるっていうのがめちゃイケだからね。とはいえやっぱりさっきの話じゃないですけど、加藤さんも若い時は、うん、なんでもっと俺ら出れねえんだとか、うん、なんで岡村さんばっかりなんだっていう気持ちになってたと思う。ああ、あったかもね、若い時は。はい、うん、どこからそのいや、やっぱりこの番組は岡村隆史の番組だってなったんですかね。あのね、俺だからめちゃイケの最終回でも俺言ったんだよね、はい、例えば俺なんかさ、まあ荒くれてたっていうか、飲んで二日酔いで行ったりとか、はい、遊んでそのまま行ったりとかって、はい、もうそれが原因だみたいな間違った感覚を持ってたから、うん、まだ若かったから、まだ、はい、うん、で現場行くじゃない、はい、まあ、必ず一生懸命な岡村がいるのね、うん、何に対しても、はいはいはい、もう素直に正直に一生懸命ボケてる、はい、一生懸命何か笑いを探そうとしてる、はい、それを見て、なんだよみたいなのもあった最初。ああ、最初は、うん、はい、そんなのもっとノリでよみたいなのはあったんだけど、うん、行くたんびに毎回一生懸命、はい、もう 100%、うん、頑張ってる頑張ってる。とあいそいつを見てきたら、おおってやべえと思うよね。ああ、このままじゃダメだ、ダメだ、俺このままじゃダメだって。で、そこからやっぱ変わりだしたよね、本当に仕事に対して真摯に、まあ、適当でいいとか、はい、適当の方が面白いとか、はい、そういうのがどんどんなくなっていった。もう一生懸命俺もやらなきゃいけない。そこがもうゴロッと180度。いや、だからこれもグラデーションよ、はい、見るたんびにちょっとずつ変わってくる。なるほどなるほど。いきなりゴロじゃなくて、うん、なんかこう金銭がこう金銭に触れてくるわけだよ、はい、もうそれがあいつやっぱ10年20年やっても変わらなかった。これはとんでもなくかっこいいことだと思う。だってお金も手にしていくわけじゃない、仕事も増えるわけじゃない、ね、はい、言ったらどんどん自分も年取ってて自分に文句言ってくれる人間もいなくなるわけじゃない、はい、そしたらこうなっていく人間ってやっぱ多いよ、この世界。今度がそうだと思います、うん、はい、一切なんないから。はあ、でも僕すごいなって思うのは、うん、言葉は違えど、はい、同じようなことを山下さんもおっしゃってましたね。あ、でもやっぱそうかもね。やっぱり、うん、もうみんなが感じてたんでしょうね。いや、そう思う。だってもういいだけめちゃいけ十何年とかやっててもよ、で一番ピークの時めちゃいけ 20% とか、高い時なんか 30% とか撮ってた番組なわけだよ、はい、でその一番の親分がね、ロケ地に行ってお刺身出してくれて、みんなでわー食べて、わー美味しかったねって、帰ろうって、お疲れしたってなるのに、あいつ一人だけ残ったお刺身持って帰ってええですかっつって残しちゃ悪いっていう気持ちと、家帰ってこのお刺身でビール一杯飲もうみたいな、は
もうむちゃくちゃ売れてる時、めちゃくちゃ売れてる時に、普通だったらもうちょっとおいしいもん食べに行こうぜとか、ちょっと飲み行こうぜとかってなっはずじゃん。はい、全くなんないから。くわー、聞いたことはないですか加藤さんから、なんでそんなに頑張れるのとか、うん、ないな。もうまさに背中で語るっていう、うんうん、そこはやっぱりもう、ああもうこいつのためにとか、はい、うんうん、っていう気持ちになる。なるよ。うわーかっこいい。なるよ。それはもうあいつのかっこよさよ、あいつの。うん、でそんなめちゃイケが、うん、まあ終わりますよね。終わるた時に、まあ僕らも見てましたけども、加藤さんびっくりされてたじゃないですか、うんうんうん、なんでしょう、僕は、跳ねるの扉っていう番組をやってて、うんうん、11年半続いたんですけど、終わった時に、はい、僕正直傷っていうのかな、その言えるのが、うん、2年ぐらいかかったんですよ。それは、終わって終わって、うん、もう悔しい、クソ、なんでだ、うん、なんでだっていう気持ちもずっとまだ残ってたりとか。ああ、そういうことか。はい、うん、加藤さん的にどこでこう、どうしようがねえなって思えたのって、もうすぐ思えたのか、うん、しばらくあったのか。いや、アスカさんにそれ言われた時でも、ええー、と思ったよ。そこは、って今みたいな。もっと年取ったら、体も動かねえわ、逆に面白いことが出てくるだろうっていうのが、俺の中にあったから。爆裂お父さんとかも、やっぱり50、60になってやった方が面白かったりすると思いますか。でもアイドルにボコボコに蹴られるっていう。今まで散々アイドル回してきた男が、アイドルにバンバン蹴られて、動けやーって言われて回そうと思っても全然打たなくてうぅみたいな。それも、もう確実面白いですから、ね、そうなの。散々降ってきて、回収に入る前にそうかーって、やめなきゃいけないのかっていう、こうジレンマもあったよね。辛いなっていう、はい、うん、その辛さっていうのはすぐ解けましたか。まあ、最終回に向けて、はい、だから飛鳥さんは就活っていって、はい、いろんな週、終わりの週とかやっていく中で整理はつけてったね。でも終わった後に「跳ねるの扉」、ちなみに毎週金曜日と土曜日収録だったんですよ、うん、めちゃイケ確か火曜日と水曜日でしたよね、うん、僕終わった後その曜日が結構辛かったんですよ。そうかないんかみたいな。めちゃイケの方が跳ねる扉よりも全然長くて、歴史もあって、うん、火曜日水曜日っていうのがすごく身にもうついてたと思うんですよね、うんうんうん、うわ今日そうかめちゃイケじゃないねんなみたいな、もう就活のとこのゴールの時点でなくなってたんですか。全てなくなってた。すごい。もう逆に解放感。ああなるほど、うん、終わったって、めちゃイケが終わったぞって、もうやりきったし、うん、羨ましいっすね、羨ましいっす。さあやっぱそれで言えば11年じゃ無理だなですよね、うん、めちゃイケちなみに年数で言うと22年3年、23年とかかな。打ち上げみたいなあったんですか、大打ち上げとか。ない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 、うん、俺はあると思ってたんだけど、飛鳥さんも嫌いなんじゃないですか。あ、そういうことなんですか。うん、加藤さん的にはちょっとやりたいって気持ちはあったんですか。あったよ、浜口とかもあったし、で東条岡村もあった。ありますよね、うん、で一番最後もなんかこう砂浜のやつあったじゃない、はいはいはい、広島かなんかで撮って、はい、でその後みんな演者がスケジュール空いてたから、みんな食べに行って、飛鳥さんも来てたから、はい、勇気持って飛鳥さんに、はい、飛鳥さんちょっと今みんなでこれからご飯行きますけど、うん、行きましょうよ、はい、最後最後ですか、いいっすねって飛鳥さん言ったら、あごめん編集あるからびっくりしましたね。あそうっすよねだってそれはそうよ、飛鳥さんが編集してくれて初めて世に出るわけだからそうです、ね、そうよ、それ言われたらさ。でも逆に加藤さんも岡村さんの背中じゃないですけど、うん、やっぱりこの人すごいなって思ったんじゃないですか。まあそうだね、全く変えないもんね、ブレないもん。ブレないんだよなそこが。23年前って打ち上げやってるの1回だけ。まあメンバーでおのおのはいいけどもね、うん、そういう全員の集まりでじゃあ打ち上げみたいなめちゃイケで、そんな年間ないんですか。ないないない、1回だけ、20何年間前。うわそれはもう飛鳥さんのもう考え方だよね。その1回はちなみにめちゃイケ始めて1年とか2年とか、その早い時本当に最初ってことですね、うんうん、じゃあもうゴールデン上がってちょっとしてからもう1回もない。ない。でもそれもそれで皆さんが多分、僕のイメージですけどめちゃイケってやっぱりまあ跳ね飛びと違ってって言ったらちょっと語弊がありますけど、うん、もう一致団結感がやっぱりすごい。そう、跳ね飛びと違って全然仲良かったからな。いやいやちょっとな語弊がありますけどって言いましたけど、うんうんうん、それ加藤さんが言っちゃうともう語弊も、うん、何回かお前に相談されたことあるから、ね、ちょっと加藤さんやめましょう
本当にでもぶっちゃけ羨ましかったんです。そのめちゃイケというメンバーさん、やっぱ皆さん面白い、尊敬もあって、何よりもでも一番僕がいいなと思ったのは一致団結感があったから、おそらく飛鳥さんが変わらない、岡村さんも変わらない中で、本当に最後のフィナーレで気持ちよくみんなが終われたんでしょうね、と思うけどね。うん、はぁ、すごい。羽飛びはな、途中でも空中分裂してたもんな。確かに、うん、そうですね、うん、僕は覚えてる限り加藤さんにも2度ほどちょっとそういうお話をさせていただいたことがあったんですけども、うん、やっぱりしてました、ぶっちゃけ、うん、大道具さんだったりとかもそうですし、うん、まあ、総合演出、まあ、片岡飛鳥さんに変わる方だったりとか、近藤君な、あ、もう全部言いますね。それを調べたら分かることじゃない。僕でも今度、うん、このチャンネルで近藤さんと2人で話そうと思うんです。マジで、はい、おお、いいじゃん。もうがっつり腹割って、うん、当時の話も言うても、もう終わってね、7年8年経ってるんで、うんうん、僕も聞きたいことあるし、うん、全部話しようしようかなと思ってます。あ、聞いてないんだもんな。聞いてないです。加藤さんが飛鳥さんに対しての気持ちと同じように僕は近藤さんに持ってたんで、うん、あなたのおかげですと言いますか、うんうん、あなたについていきますってやったんで、うん、何も聞けてないんですよ、うん、なんで今やから聞けることをちょっと今度話そうかなと。そうか、あ、いいんじゃないその回。はい、ちょっとやろうかなと思ってます。面白い企画どんどん出してくんね。ありがとうございます。いや、本当に加藤さんありがとうございました。いえいえ、こんなもんでいいの、大丈夫。最後に短く終わらすんで一個だけ。いや、全然短くなくてもいいよ。何よ、加藤さん、これちょっと覚えてらっしゃらないと思うんですけども、うん、僕まあ結婚して12年になるんですけども、うん、うちの嫁サックとまだ僕は結婚する前に、はい、あるまあジンギスカン屋さんがあるんですけども、うんうん、そこに僕と付き合ってる嫁サック、うん、まあ彼女とご飯食べに行ったんですよ、うん、そしたら加藤さんがいらっしゃったんです、うんうんうん、で加藤さんも結構よって、あそこ行くと大体酔っ払うの。もうあそこのキュウリ焼酎みたいなのすっげえ酔っ払う。ベロンベロンになっちゃう。ベロンベロンやったんですよ。ベロンベロン。まだ加藤さんがいらっしゃって、うん、あ、おはようございますって僕挨拶しますよ。はいはい、そしたら加藤さんが、おお、なんだお前っつって。うん、で、なんだお前っていうか。いや、俺そんな声か。ずいぶん遅くなってしまったけど。酔ってる時は加藤さんこれです。あ、そうか。はい。なんだお前、何してんだよ。来て、じゃあしょうがないな、はい、まあ、そうなんで、うん、いや今ちょっと彼女とご飯食べに来ましたって言ったら、はい、おー、いいじゃない、お前、もうそれよお前、あんま覚えてねえな、覚えてないでしょ、うんうん、だってベロベロでしたもん、うん、お前それ一緒に飯食うかお前ってなって、うん、あ、僕からしたらもうありがたい、うん、で、いいんですかって言ったら、うん、それそれってなって、うん、まあご飯をちょっといただいたんですけど、うん、付き合ってお前どれぐらいなのって、酒だけのこと考えてるのかお前、うん、で、いう話になって、うん、で、僕は正直に答えて、いや実は彼女とまだその時付き合いたてぐらいだったんですけど、うん、いや加藤さん実は僕は彼女と結婚を考えてますって言うたんですよ、うんうん、でもうちの奥さんまだ20歳だったんで、うん、私は正直、うん、結婚したいっていう気持ちはあるんですけども、うん、まあ、もうしばらく付き合ってからそういう話はしたいですっていうのをうちの嫁さくはその時言ったら、うんうん、加藤さんがパチッってスイッチ入られたんです。おー、わかんない、全然わかんない、でなんだお前って言い出した。うちこれその松戸ゆすくっぽかった。そんな感じだった。僕の記憶が確かなら、うん、松田優作でした。そうか、用途寄せる癖あんのかな。いやいや、お前彼氏がこうやってお前結婚考えてんだよ、うん、つってしろやってなって、うん、結婚えってなって結婚しろやとは。うん、いやいや、しろや、もういいじゃないかよ、お前ら愛しちゃってんだろっつって、うん、はい、愛しちゃってます、で、彼女も、はい、好きです、しろやって言ってバジャローメはなんでそんなに結婚したいんだよっていう話になって、うん、で、僕は、あ、正直ちょっと子供が欲しくて、うん、って言って、うん、言ったら、加藤さんが、おいいじゃないか、作れよってなって、うん、で、彼女がまた、え、うん、いや、だから作れって言ってんだよ、うんそいつ何の権利があんのかね何の権利があって後輩芸人にそんなこと言ってんのかねその時にも確実に覚えてるのかと、うんうん、むちゃくちゃ酔ってて、うん、でも途中カズはもう目開いてないんですよ、うんうん、なんだよ結婚しろっつってなほんとによって言って、うん、もう酔っ払いすぎて、うん、このまま肩にかけたあ、これはちょっと話入ってきてる口開いてるんですよ、加藤さん、うん、多分、ここには飲んでるんですよその時にもう彼女が面白いなマジです、マジですマジですここで飲んでた
実は、うん、嫁サックが、うん、当時のトラウマがいまだにちょっと残ってたりするんですよ。マジで？で加藤さんに、うん、まあ怒られたじゃないですけども、すごい凄まれたというか、うん、脅しだよな。脅し、まあ、結局まあなんだかんだってまたなーっつって、その時はあのいい感じで別れはしたんですけど、でもその後に彼女が結構怖かったって言うてたんですよ。あー、まあ、酔ってる時そうかも。そうですね、うん、で、せっかく今日自宅来られたんで、はいはい、まあ、約12年ぶりにちょっと加藤さんにちょっと会わしたいなというか。あー、全然いいよ、全然いいよ。いいですか、最後に。いいよ、いいよ。逆に俺が謝らなきゃいけないそれは謝らなきゃいけない、俺が。ちょっと連れてきます、うん、少々お待ちください、全然いいですよ。あ、そんな申し訳ないことしてんだなすいません。おー、久しぶり。すいませんね、なんか今話聞いて。お久しぶりです。お久しぶりです。すいません、わざわざありがとうございます。全然そんな、なんかこう、高圧的な感じだった。そうですね。ちょっとやっぱりその時21歳とか20歳だったので、初めて大御所のビッグな芸人さんにお会いして、こう酔っ払われてたので、はいはい、もうあの当時も相当飲んでた時期だしね。そうですね、うん、なんかどうしたんだみたいな感じがちょっとほら、まずすぎて俺そんな喋り方夫婦で俺をいじってる。違う、いじってる、本当にいじってる。カズさん、一回回しといてください、カメラ。飲んでる時、飲んでる時。あ、ほんちょっと一回回したいね。いや、本当に多分グラデーションだと思います、それも。だんだん松田優作になっていってると思うんですけど、もう最後は松田優作です、確定です。あ、そうかもうそう慣れてるんだったら俺も嬉しいんだけどでも、うん、今日ちょっと12年ぶりなんですけども、でも嫁サックも加藤さんにご挨拶したかったってずっと言ってたんで、はい、はいはい、やっぱりあの時は私もあのまだ若かったので、はい、子供を欲しいんですって、うん、あの主人が言った時にも、はい、あのじゃあすぐ作れよみたいな一緒ですね、ひどい話だよ、ね、いろいろ計画ってのあるもんね準備もあるしね。そうですね、うん、なんかあの私はでもまだもうちょっとあの2人でしたいこともあるし、うん、って言ったんですけど、うん、何がしたいんだよ、何がしたいか言ってみろよって言われたのが、何がしたい、あ、2人でやりたいことを、そうです、そうです、そう、そうなんです、何がしたいんだよって、うん、いいんだろうって言って、今若干入ってました。そうですね、はい、なんかフラッシュバックしてきたでもなんか最後に、ね、その結婚した暁にはこう、うん、旦那のためにこう、はい、テレビに出てあげてくれみたいな話をその時されたのを私もすごく覚えててあ、マジで思い出しました、はいはい、僕も。要は加藤さんも結構こう奥様出たりとかしてたんですか、うんうん、多分それをあったんで、うん、あの僕のことを思って、うん、跳ね飛びでいつか多分そうやって出ることがあるだろうから、うんうんうん、その時はそう全力でやってあげてくれよってかっこいい、かっこいいことも言ってたんですよ。その時に笑顔になってくださってそれまでちょっと怖かったんですけど、でそれがすごい私もあっって思って刺さって、加藤さんに言われた通りすぐ結婚もして子供も産んだんですけど、すごく今幸せなので、いやーよかった、はい、それは本当に加藤さんのおかげって言ってもいいぐらい。いや、そんなことないです。ほんまにその言葉がでかくて、うん、僕火ついたんですよ。加藤さんがその時に熱を高く言ってくださったのが、いや加藤さんが言ってくれたんやったらっていうことで、うん、結構早い段階で結婚っていう形になったのは本当に加藤さんの声、でかかったり。いや、そう言ってもらえたら嬉しいわ。いや、本当に今幸せっていうのは、はい、だから嫁さんからお礼を言いたかった。はい、マジで、はい、ありがとうございました。いやいや、いい奥さんもらったよだって俺もさ、はい、香りにどんだけ助けられたか。そうなんですか、うん、だから俺んちでさ、新築の家に来てさ、たけしさんがさ、草屋焼いてさ、水撒いて壁にご寸釘打った時に最終的に嫁さんのケツとか触り出して、うわー、たけしさんわーって俺止めたんだけど、香りがうわ記念になるって言ったからなうわ助かったと思うもん。わかります、うん、その辺加藤さんのアドバイスを生きて、嫁サック、うちの嫁サックもそういう精神持ってくれてて、うんうん、ゼロテレビのめちゃゆるで、はいはいはい、僕の家にあの野生爆弾のクッキーさん来て、うんうん、うちの嫁サックのパンティーを鍋で煮られたんですよ、うんうん、その時に私は全然大丈夫ですよそこでやっぱ笑
いなって絶対なるよね。だその辺で言ったらやっぱりあの言葉がでかかったよな、うん、全力で応援する私は乗っかってやるっていうのあったから。いい奥さんもらったよ。ありがとうございます。いやもういやいや全然2人の力ですよ。ありがとうございます。最初 YouTube やるって時どう思った旦那が。いやでも絶対大丈夫だと私は思ってたんですね。わすごいね。そこのやっぱり信用っていうのはでかいのよ。旦那にしてみたらその時に「え大丈夫テレビやめて」みたいな、はい、え「どうすんの生活」とかって奥さんに言われたらひよっちゃうのよ男って。ひよっちゃいますね、うん、簡単にひよっちゃうの、はい、で「大丈夫」って言って「あ応援する」ってなったらやっぱり全然やる気になるもんね。全然なります。今何人までいってんの。今93万人きたねー。もういったも同然じゃないの。いやいやいや、まあ、こっからまだまだ全然。はい、お前も変わったな。昔だったらもう一家も同然だスタイルだったよな。ここで梶原がいやまだまだですって言えるやつになったんだな。お父さん、うん、岡村さんの話からこの話きついっすそれはきついっす。それはあったじゃんお前。あったでも変わったんだよそれで、はいはい、すげえわ。あといやまだまだですってこれは大事よ。僕も180度変わりました、うん、はい、全部捨てたわけだもんね。全部捨てました。上沼さん以外全部捨てたもん。いやー、うん、上沼さんは捨ててないよな。そうですね、うん、まあ捨てられる可能性はありますけど本当な。それはしゃあないわ。それはしゃあない。それはしゃあない。はい、でも本当に神田さん、うん、今日ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。すごかったな。いやもう本当にありがたいです。なんやろ、全力で話してくれたなっていう、うん、本当に力を抜かず、実は楽屋行った時に褒めてくれたんですよ加藤さんが。お前でも本当に頑張ってんなっつって、その熱を感じてくれたから加藤さんもじゃあやるよって言って出てくださったっていうことで、多分加藤さんも全力でやってくれたなっていう、本当にもありがとうございます。そして今回のこの動画で明確に分かったことは2つ、はい、1個は靴は捨ててたもう1つ腕相撲はテコだ2つはもうちゃんと聞いたんで、はい、でも本当にね、幸せな時間でした。で何かあったらまたね加藤さんね来ていただいたりなんかして、ちょっとごめんなさい余韻に浸りすぎてね、もう幸せすぎてはい、これからも頑張っていきましょう安田家。はい、はい、というわけでありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。